皆さんこんにちは、オリエンタルマシンです。それではエストレアで走行していきたいと思います。オンして、機動性良好です。今日も排気音を聞いていただく動画にしようと思います。それではスタートします。国道298号線の長い信号を待って、そろそろ青になるので走り出すことができます。エストレアですから制限速度を超えないように走っていきたいと思っております。制限速度超えないって言って、気筒っていうのは加速中にいい音が出るからな。加速する時だけの音はいいんだよな。どっちから来れるか。
ラッキーだ。よし、ガソリンスタンド来ました。表示内容、いらっしゃいませ。スマホアプリに表示したカード情報招待中です。しばらくポイントカードを選択して、 D ポイントカードの種類を、 D ポイントアプリに表示したポイント招待中です。よし、無事に帰ってまいりましたので、今日の動画はこれで終わります。失礼します。